世界数少ない100億人のカラコアの皆さん、おはようございます。9月じゃないですね、また間違えました。10月31日で合ってますか、10月最後の日だと思います。はい、今日は西村さんが昼ぐらいから合流するので、ホテルで編集作業しながら待ちたいと思います。その後はちょっと打ち合わせして、今日こそパチンコ行きたいなとは思ってます。はい、最後なんで勝ちましょう、勝って終わりましょう。はい、まあ、今月はね、途中もしかしたらマイナスになるんじゃないかなというふうに思いましたけど、まあ、今日いくら負けてもマイナスと割ることはないような収支に無事持っていくことができましたね。うん、よかった。特に今日は話すことはなし、頑張ります。どうも、はい、10月31日の結果報告です。はい、はい、今日は西村さんがこっちに、戻ってきました。はい、帰ってきました。はい、よかった。はい、今日は重大発表があるんですか。重大発表ですか。重大発表ありますよ。あ、ありますか。ありますよ。何ですか。何があったんですか、東京で。東京でありましたよ。おっと、重大発表。それはね、手ぶらで帰ってこないですもんね。手ぶらで帰ってこない、さすがにね。何ですか、重大発表。うん、なんと、お、僕はほう東京で、髪を切りました。あ、なんだよ気づかなかった。ちょっとほら、辛くなってるでしょ、ね、全然変わってないじゃん。そう、全然変わってないの。なんかね、もっとなんか YouTuber っぽくなんかすごい派手にしようとか言ってたのに、うん、そうそうそう、なんだよそれ。そうそう、俺はね、そのつもりでいたんだよ。うん、でね、まあ、ちょっとかっこよくしてくださいっていう一言でどうなるかなと思ってたんだよね。うん、で、僕は派手めが好きですと、うん、動画もね、配信してますと、はい、うん、だからそういうのがいいんですよねって言ったら、ちょっと美容師さん考えた後に、はい、うんって、そこちょっとアッシュにしたいっすねって話になって、はい、僕はアッシュってすごい派手な色かなと思ってたんですよね、うん、でアッシュにしたいっていうから、まあそれなりに派手なんだと思ってたら、はい、僕がもともと金だったらここだけアッシュになって、うん、かつ髪の毛をすいてなんかシュッとしちゃったっていう、うん、大人っぽくなったっていう、はい、うん、そんな感じでした。自分がある、完全にね。具体的に言わないからですね。まあそうだな、全部ピンクにしろっても次からちゃんとはっきり言ってください。ピンク、はい、ピンクか、ピンクはまあちょっと検討しておこうかな、じゃあ、うん、うん、はい、うん、次は気をつけます。で、今日はまあ僕一人で刑事を打ちに行きましたけど、うん、5200いくらかプラスっていう感じでちょっと、うん、期待値的には時給1800円以上あったんですけど、6時間打って、うん、まあ持ってで稼げずすると申し訳なかったですね。うん、全然ありがてえっす。いやいや、はい、で西村さんは結構動画溜まってるんでね、今編集がちょっと、そうですね、うん、動画編集ばっかやってます。あれ、今日はなんかトラブルが多かったけどな、トラブル解消が、なんか著作権がどうのこうのとかね、バチンコ打ってると、うん、音楽が引っかかったりとかすることがあるんでね、それを差し替えたりとかですかね、うん、まあ詳しくは別アカウントのハロー西っていう、あ、そうね、そっちで多分やると思いますけど、やります、うん、でも興味、内側にね、興味ある人は見ていただければ、うん、まあ大変だよ、あれ。はい、僕はもう早くね、まあ明日うちに行きますけど、できれば西村さんと一緒に刑事を打ちたいので。打ちたい、俺も打ちたい、うん、どうですか、いつ頃決着つきそうですか。溜まってるじゃん、はい、動画、はい、うん、そこそこ質いいの作っちゃってるじゃん。作っちゃうんですよね。手抜けないから。そう、手抜こうと思っても抜けないから困ってんだけど、うん、手抜いて作ってみようかなって、うん、全力でそこにちょっと今やろうかなと思ってますけど、うん、いいと思いますよ。本当、うん、僕も動画編集まで、ね、最初やってたんでね、うん、まあ、今もちょくちょくやってますけど、うん、やっぱりめちゃくちゃ時間かかるし大変。そうかな、うん、本当に1日かかる、うん、かかですからね、うんうん、やろうと思ったらいくらでもできるからね、うん、っていうことなんで、まあ、とりあえず今日1本サササってやる作るやつを1個あげて、溜まってるうちの1個あげて、はい、あと2本を明日片付けて、うん、
昼までには多分終わんないんだけど、それにまでにはちょっと終わらせたいなって感じですね。あばよくば行けれたらいい、ね、明日ですか。うん、お、そんなに早く。いやもう本当にもう俺が力抜くって言ったら本当に力抜くよ。まあ極端すぎませんか、ちょっと難しいんだよ力の加減が本当に。一個テロップ入れたらさ、だってさ、うん、なんつうの、じゃあオレンジのテロップ入れましたと、うん、当たったとかやるとすんじゃん、うん、そしたらさまた当たるシーン来るでしょその次とか、うん、ここもなんか入れなきゃ変になっちゃうなって言ってまた入るわけだよ、そこに何個かポコポコって、うん、そういうのが繰り返されるからやらないっていう。めっちゃうちうちの話してますけど、うん、今3本あって1本の全然当たんなかった日は手めっちゃ抜いていいですけど、うん、2本は言うても僕たちの飛び打ちの最高収支になったと思うんですが、そこがちょっと ね、合ってんだわ。やっぱりやる？やんなきゃっていうのはちょっと思うんですけどね。すいません、僕もなんか矛盾してるようですけど。まあまあそうですね、やりすぎないよう目標にしようかね。じゃあね、そうですね、うん、難しいんだよなコントロール。まあいいでしょう、はい、頑張ります、それはね、はい、ベストを尽くします。まあそんな感じなんですけど、まあ今日はね10月最後ということで 10月の振り返りもしておきますか。うん、はい、1ヶ月間、まあ来たのが、仙台に4日から5日から5日からかな、うん、うんとしてね、うん、はい、まあまあ僕から言うと、うん、まあパチンコはまあですね仙台あんまり良くなかったので結構厳しかったんですけど、うん、福島は、やっぱり状況かなりいいんでね、うん、というのもやっぱり、仙台は宮城は交換率が 3.84 円が主流、うんうんうん、で福島は 3.57 円が主流以下、うん、やっぱり交換率が低い方がもう絶対回るんで、うん、回る調整をしてくれることが多いんで、うんうん、そこが良かったかなというふうに思ってますね、パチンコにおいては、うんうん、でやっぱりこの1ヶ月間大きく変わったのはこの YouTube の配信ですね、うん、うん、やっぱり西村さん来て編集の質がもう一気に良くなったし、あとなんかね動画上のアナリティクスでしたっけ、アナリティクス、うん、アナリティクス、うん、今の変なボケやでカットしておきましょう。わかりづらい。最初に言えばよかった。すいません。ああ、はい、そうだね。によるとなんかね関連動画に結構乗っかるようになってきたと、うん、いうことでね、登録者数も増えたし、なんかもう万越すような動画もね何本か出てきたりとかしてるので、うん、それが今までに全くなかったので、うん、ね、まだまだなレベルではありますけど、うん、いよ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 来てんのかなっていうぐらいな感じに、うんうん、感じたのが、うん、今月の僕の成果ですかね、うん、はい、変化が多かったね多分ね、うん、了解です、はい、あ僕ね、はい、うん、僕は10月、まあ、振り返ってみてなんですけど、うん、まあそうだね、まあ、パチンコっていうところの目線でいろいろあれば、はい、その僕まあ好きでちょこちょこやってたわけですよ今までは、うんうん、なんか好きなアニメのパチンコ出たなって言ったらそれを打ちに行くとか、はい、うん、スロットとかもねなんかお前やってたからちょこちょこ打ちに行くみたいな、はい、はい、ペカッタとかやるわけですね、はい、はい、ジャムラとかね、うんうん、適当に遊び打ち散らかしてたわけですよ、うん、まあ勝てるわけもないわけですね、はい、たまに勝つけど、うん、トータルで見ればどうせ負けてんだけど、ね、今までパチンコってまさか横からパンチが飛んでくると思ってなかったですうん、そういうもんじゃないと思ってたもんね、うん、もう本当にもう左打ちしないでくださいって右打ち中にねそんな言われると思ってなかったけど、まあまあしょうがないでしょみたいな、いやいやいや気をつける気をつけるわらで終わるレベルだしそもそもそんなこと言われることもないし知らなかったしへそ落ちも知らなかったしさ、へそ落ちもありましたもんね、そうそうそう、へそ落ちもそう体験しちゃったしね、うん、まあ、へそ落ちもとか、うん、まあ何ひねり打ちとか、まあ、釘の見方、うん、見方っていうか、まあ、感覚的なレベルになっちゃうけど、釘だったりとか、いや、釘の見方センスありますよ、あ、ほんと、うん、お、ありがたいです、こっち入っていって、一緒にホールチェックした時に、うん、まあ、大体意見が一緒だったので、西村さんに、ね、途中から最初行ってどうですかって意見聞くスタイルで行きましたけど、うんうん、うん、全然、まあ、よかった、はい、まあ、それだけは長年パチンコやってきたからな、なんとなくあんのかな、そう、もしかしたら、まあ、知らないことをたくさん知りましたね、10月はね、
で、まあ、ここ9万円ちょっとくらいが僕のね、今月の、成果なんですけども、ちゃんと勝てるんだねと思ったよ、うん、改めてね、そういうもんだとはどっかで思ってたけど、まあ、改めてね、そうやってプラスでちゃんと終わってるっていうことがさ、すげえなと思って、でそれまでに知らないことばっかね、そういうことを積み重ねてきてちゃんとプラスになってるから、うん、やっぱ数字なんだな、期待値なんだなっていう、ところがよく分かったっていうところですね。そんな感じでした。はい、じゃあ来月頑張りましょう。締まりが悪いって。あと来月はどうですか？来月は。じゃあ来月のこうしたいなとかあります？来月、まあ、僕はね、もっと観光楽しみたいですけど。観光楽しみたい、はい、それはね、2週目以降だね。2週目以降、日本2週目以降だね。日本2週行くんすか？わかんない。観光必要？いやいやいるせっかくいろんなところ行ってんだから、っていうのは僕の気持ちではありますけど、まあ、はい、月1回でしょ。いや、少な。絶対栃木いろんなところ行ける。本当？餃子ぐらいしかないでしょ。いや、栃木なめんな。あ、すいません。失礼しました。そっか、まあ観光ね、行ってるとこ見てみたいっていうお客さんファンもいたもんね。そうですね。あ、じゃあちょっと行ってみますかね。いや、そうだな。いや、もうちょっとでも時間あったら動画編集したいから。今あ、じゃあ僕だけ行っててもいいですね。あ、それは本当にいいよ、それ全然。OK です。少々家で寝てるか。寝てるかい。そうじゃないか。はい、そんなもんね、来月もね、はい、頑張りますか。頑張りましょう。100万どっかのタイミングで100万を越したいですね、2人で。あ、やりたいね。まあ次行けるか分かんないですけど、収束もするっしょ。期待値に対しては低いもんね、今月。期待値好きです。じゃあ来月ちょっとは期待できるかもね、もしかしたらね。はい、2人だったらできる。2人の方が有利ですから、圧倒的に。そう、確率も高い。はい、投資を抑えられるんでね。素晴らしい。はい、じゃあ1ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。今月の給料授与式をやりましょう。こういう給料システムに行くんだね。そう、給料システムの方が分かりやすいかなと思ってね。ミッシーの初給料です。説明しておくと、今までずっと全部のパチンコ屋で全部僕がお金を出して、財布からお金出して以上のところで出てくるって言ってやったので、はい、まあ、2人のカードになってるある玉は全部、交換したらね、僕のお金ということで。そうね、はい、今月の収支を、給料という形で1のため半分渡すということですね。そうでございます。あなたの初給料ですよ。初給料です。初給料。いい響きだね。いつぶりよ。嬉しいね。いくらあるんでしょうかね。僕の予想だとね、多分50万ぐらいあると思うんですよ。そんくらい頑張ったんだもんね。相当頑張ったもん。ですよね、それはね。そんくらいなきゃやっていけないですよね。やっていけない。やるメリットはね、金のために来ましたからね、これ。金につられて450万くすぎるよ、つって。うぇーい、つって。はい、じゃあ発表していきましょうかね。はい、一応まあ、僕西村さん来る前も稼働してたんで、今月の収支はこの時点で夢がなくなるんですけど、262,933円でした。で、西村さんが来た5日からの稼働はここから最後に来たプラスにして77,304円っていうので、185,629円、2人稼ぎました。これが現実です。2人で185,629円、
じゃあ皆さん本当にね、無謀にパチンコで旅とか出ないようにしてください本当に。はい、これを悪気になっちゃうので、はい、あなたの給料、最初の給料は92,814円です。初任給より低いよ。初任給94円。すごい。まあまあでもね、いいよ。もらえるだけ嬉しいと思いますよ。今月前半で言ったら、だって今なんか1ヶ月振り返りみたいになっちゃってますけど、うん、ね、かなりマイナス続きで、うん、今月マイナスで終わるんじゃねえかなっていう感じでしたね。初日7万3000負けて、次3000負けて、うん、次4万ぐらいプラスになったけど、そこから4万負けた、5万負けた、6万負けたってなってますからね。確かにね、うん、すげえ荒れたよね、この感じだと、うん、まあ、プラスになったのはむしろ良かったねって感じか。そうですね、いや、うん、やっぱり仙台厳しかったっていうのと、前半仙台にいたんで、うんうん、仙台厳しかったっていうのと、あとはやっぱ福島来てから状況が良くなったなっていうことで、盛り返した。うんうんうん、あと着実に西野さんの実力が上がってる。上がってる、うんうんうん、最初堀さん止めてないってところから教えたので。いや、なんで止めるの？4にいっぱい止めとけばいいじゃん。なんで？だけどここから、はい、ね、調達して、うん、と思うんでね、うん、良くなるかどうかわかんないですけどね。福島は状況いいけど、こんないい状況はあるのかな、どうなんだろう。あってほしいな、あってくれないと俺どうしたらいいの。もうホテルとかに住めなくなっちゃうからね、そんなレベルだからね、うん、これもう9万円いくなって。そうしたら僕だけホテルとかって、西村さんは外で、うん、その時はちょっとまあね、テントぐらいは買ってもらおうかなって思うんで。やだそんな旅。はい、じゃあ、9万5千円あるんで、はい、お次の、2186円ください。はい、給料ですか。給料ですね。2,3,4,5,6,7,8,9万5千円ですね。はい、やったね、はい、5千円、はい、大事なお金ですよ。大事なお金だよ本当にね、うん、はい、じゃあこれお釣りでございます。はい、はい、ちょっと1円足んないんですけど許していただけますか。はい、いいでしょう、僕は金持ちなんで。1円ぐらいで威張るんじゃないよ。はい、ということで僕の初給料は92,814円になりました、ね、こちらこれだけ見たらなんかね、これこの一瞬だけ見たらなんかいっぱいある感じしますけどね。ここのホテルがあってね、まあなんかまあ手違いみたいなのもあったけど、まあ、1泊5000円とかじゃ、うん、6000円ぐらいかな、6000円ぐらいか、うん、6000円でしょ、1人で、ね、生活費考えちゃうとやっていけないですよ。やっていけないな。6000円で食費いくらかかって、携帯費いくらかかってねえ。まあでもここからですからね、うん、ここから伸びるから、もうすごく伸びると思う。グンって伸びるから大丈夫。サバイバル団が出てきてる旅でいいですね。本当だよ、彼は優雅な旅を一人でしてたね。優雅すぎる、この人だってもう使いすぎだもん本当に。知ってる今もうね、もうずっとドラクエやってっから、ドラクエのモンスターで課金しまくってますからね。課金すぎしてる。10万以上課金しちゃったよとか言って、はい、どうしようかな、10万1万買おうかなとか。あ、もう買ってたって。そう、すでに買ってた、もう買ってた。そんな勢いでやってますからね。うん、うん、僕はドラクエ課金するために頑張ってるんでね。いい人生だな。はい、いただきました。はい、来月も頑張ります。はい、来月もしっかり働いてください。頑張ります。チャンネル登録してね。